ではあなたたちはある以外は総合購買部へと向かいます。わー来ました。総合購買部は、まあ、都心にあるこう大型複合商業施設とほとんど同じような形をしてまして、内部にはいくつもの飲食店、小売店、カラオケ、ボーリング、映画館とかの娯楽施設まで多数存在してます。市販品であれば大抵のものは揃えることができるでしょう。本当に広いですわね、ここ。倍あるね、本当に。娯楽施設、飲食店、全然ここだけで満足できそうですわね。たくさんですね。お、あれ、あれ、みつはちゃん。みっちゃん。みつは、みつはです。みつは、私みつは。あ、ゆうみつは？みっちゃん。よしみさん。みっちゃんですよ。あ。会話できてますわね。本当だ、目にも正気が宿ってる。あなたは自分のお名前わかる？あのみっちゃんって呼ばれてました。あなたのお名前は、あなたに風のみつは。ふふのじゃなくてですか。あ、失礼しました。ふうのみつは。ふうのみつは、わかりました。ふうのみつはですね。あなたの名前は、私の名前はまゆみちさとって言います。まゆみちさとさんですね。まゆみちさとでちーちゃんって呼んでくれると嬉しいかな。わかりました、ちーちゃん。で、ふうのみつはちゃんはみつはちゃんだからみっちゃん。みっちゃんですね。わかりました。おとまさんは、ていの。僕の名前はおとなしよしみって言います。おとなしよしみ。みんなからはなんかヨッシーって言われてるから。みんなからか、本当に。僕一部のあの奇抜なやつだけじゃないか。まあいいか、よし。ヨッシーさんですね。うん。よろしくね。よろしくね。で、今から、みっちゃんの欲しいものをたくさん買おうかなと思ってます。欲しいものって何ですか？欲しいもの、欲しいものってみっちゃんの好きなものとか。なんか好きなものって何ですか？このなんていうのかな、みっちゃんのこの胸のあたりがこうちょっとときめくような。ときめくって何ですか？ときめくって難しいですわね。なんか難しいな。直感的なものなんでね。ですわね。あ、じゃあなんか気になるものをいろいろ見てみましょうか。とりあえずそうだね、見てみましょうか。はい、まあなんだ、ショッピング、イオンにありそうなものなら大体ありますけど。なんかアイスクリーム屋さん。あ、そうね、ああありますね。アイスクリーム屋さんもかき氷屋さんもソフトクリーム屋さんもありますよ。アイス専門店。アイス専門店。いや、横3つで3点並んでます。ああ、競合しちゃってる。とりあえずあれかな、あの衣服とか。そうだね。それこそカバンとか、じゃあ、ユニムラ必需品。ユニムラがあります。ユニムラに行きました。ユニムラに来たら大抵のものは売ってるだろう。そうですわね。これ知ってます。あの棚にしまいました。あ、そうそうそう。手伝ってくれたの。まゆみさん、ユニムラの、あ、いや、なんでもない。どうされました？いや、なんでもないよ。というか、なんか僕がここにいるのもちょっとあれだし、他のところに見てみるよ。あー、そうですわね。じゃあ、まあその何か美味しそうなものを探してもらえると助かります。うん、わかった。なんか食べ物屋さんじゃおとなしは探しに行きます。はい。行けますよ。
まあ、イニ村に来たんで。あいつ何しに来たんや。まあ、その、いろいろ部屋着、うん、うん、そうですね、もろもろ、まあ、その学校に教科書持っていくの、カバン、うん、もろもろ、うん、揃えます。はい。そうなんですけれど、はい。ミスカちゃんなんですけど、お金を持っていません。はい、出します。即決。あなたお小遣いどれぐらいありますか？いっぱいありますか？まあ、結構一人一人分の服とかカバンとか揃えたら結構な値段すると思いますけど、まあでもユニムラなら安いか、どうだ？ユニムラなら、まあ、まあ、大丈夫で、大丈夫でしょう。うん、たくさん買います？まあ、でも持っていくか、着ていくか、送ってもらうかの話でしかないんですけど。あー、まあ荷物はとりあえずその1階の会議室に送ってもらうようにしておきます。部屋番号教えてもらえれば、寮までの配達サービスはしてますよ。あ、便利ですね。じゃあ、あんまりたくさんだとちょっとあれなんですけれど、29階のここにお願いします、うん、あー、わかりました。だってここの客なんかもうね、寮しかないもん。その客しかない。確かに。いや、29階配達イライラしてんだろうな。はい。はい、まあ必要最低限1週間サイクル回せるぐらいの。オッケーオッケー。7着。で、なんかどんなのがいいとかあります？ああ。じゃあミスは何も言わなかったら多分なんか白衣とか持ってくるけど知ってる服のサンプルが少なすぎるから。そっか、白衣か、白シャツにこうバカって書いてあるシャツを持ってくる。あそっか、悪い影響受けてる。あ、これなんか見たことあり、一緒にいた女の人が持ってたのに書いてありました。あ、それは多分着ない方がいいかな。おお、そうなんですか。いや、スマホで、うん、まあその最近の若い子のファッションみたいな。お前最近の若い子やろ。一応見せといて、サンプルとして、ね、うん、その記憶知識として入れさせようかな。これすごいですね。で、じゃあこうスマホに興味津々です。その中からなんか好きな感じの、うん、好きな、好きな感じってどれですか？いやフリフリとか着せる。休日用に。なんですか、ゴスロリですか、ビビドールですか、まあ、普通にワンピースとかにしときます。あーね。はい、じゃあワンピースを数着、安いしね。そうですね、うん、安いよ。数着と、まあ部屋用のパーカーとか。はい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 、これはフードついてる動物のやつがいいと思います。あ、ウサギのじゃあフードウサギの耳と尻尾がついてて、こうフードかぶったらちょっと鼻と口がついてる感じのやつ。はい、それにします。モコモコなったかいやつ。はい、買いました。チャリーン、あなたの財布が軽くなりました。まだまだいけますわ。まだいけますわ。課金。課金したおかげで新衣装が。いや、みっちゃんの新衣装ゲットした。みっちゃんの新衣装を課金して手に入れました。うん、じゃあ新衣装をゲットしてるところで、おい、終わったかい？あ、こちらもう終わりましたよ。お腹空いてない？そろそろ昼食にでもどう？ちょっと空いてるかもしれないけど。そうですね、もうだいぶ夕方近くなんですけど、あなたたちといえばお昼ご飯食べてねえなって思います。ちょっと小腹でもどうだいって言って考え気を差し出します。おったらかしひどいよ。時間的にどうなんでしょう。でも手止めとか合流したら晩飯食うかなみたいな話になるんじゃないかなって感じではある。あ、時間的にね、6時ぐらいに合流だから、合流の時間も近いですし、うん、軽食とかになるかな。さっきのアイスクリームとか、アイスとかワックとか、かき氷とか、あのマスタードーナツとか。じゃあ、その辺にしましょうか。
そうだよね。そうですね。じゃあ33日、アイスクリーム店33日っていうところに行って。33に行きましょう。じゃああなたたちを連れ立って33にやってきました。いらっしゃいませー。野菜増し増しニンニク、あ、じゃなかった。違いますよね。結構ガツン系のやつですね。違うお店の隣ですね。いや、アイスクリーム屋の隣に雪屋あるから。あ、でも逆に雪屋終わった後のさっぱりね、うん、いや、二郎系があるんですよ隣。ラーメン屋ってこうデザートなくないですか？ないですね。だからその後さっぱりするために。そう。いやー、考えられてる。まあ別に店舗ここにしようって考えたら私じゃないんですけど。あ、じゃあチョコミント一つお願いします。カップとコーンとワッフルコーンありますけど。ワッフルコーンで。はーい、シングルでよろしいですか？スモールもありますし、はい、ダブルもトリプルもありますけど。あ、じゃあシングルの一つ。はい、シングルのワッフルコーンの普通のバニラも一つと、そちらもワッフルコーンでよろしいです。え、ダブルですか？どういう注文ですか？あ、まゆみさん何にする？どうしましょうかね。じゃあ私は33なんで最大33段までいきますよ。バニラとチョコと、うん、抹茶のトリプルでワッフルコーンに。わかりました。ポンポンポンって芸術的な乗せ方で、これをみっちゃんと一緒に食べます、うん、あーいいね。これは何ですか？これはアイスクリームって言って、冷たくて甘くて甘い、冷たい、美味しいって何ですか？お菓子みたいな。お菓子って何でしょう？スイーツ？こう頭に貼ってなんかポポポンって浮かんでます。いや、ポンポンってちょっとポカーンと開いた口にこう、うん、スプーンですくったアイスを食べさせて。あーいい。なんかあはーってして、なんか不思議なのが、これがあれ、甘くて冷たくて美味しいですか？そう、これが甘くて冷たくて美味しいアイスクリーム。なるほど、甘くて冷たくて美味しいアイスクリームを覚えました。かわいい。で、これがバニラで、うん、ハムハム。で、これがチョコ。ハムハム、はぁ。で、ちょっと苦味があるかもしれないんですけど、うん、これが抹茶。はぁ、はぁ。バニラとチョコと抹茶を覚えました。私はバニラが好きですかね。バニラ美味しいですね。じゃあ、このバニラ全部開けちゃう。え、全部ですか？でもこれ、あの真ん中にバニラあるから、真ん中だけ全部食べたら大変なことになりますよ。トリプルになっちゃったもん。あ、トリプルじゃないの？トリプルです。うん。じゃあ上のチョコを半分にして一緒に食べます。あー、いいなー。じゃあ店員がていていなーって見てます。え、トリプルを買ったあなたの財布はさらに薄くなりました。まだ頑張れますか？そろそろやばいかもしれません。まあ、今日はこのぐらいにしといてあげましょうかね。そうですね、ぼちぼちいい時間だから、じゃあ帰りましょうか、うん、帰りましょうか。はい、ではあなたたちはすきっ腹にアイスクリームを入れて余計お腹空きました。あ、お土産ちょっと買って。ああ、はい、そうしましょうか、せっかくなんでね。帰ろうか。お土産、カップで保冷剤つけてもらって、うん、はい、3つまで無料ですよ。じゃあテトメト先輩の分と、うん、アルちゃんと、うん、そうですね、やっていきますか、ね、うん、3つ目をバニラにしといて、また後であげようかな。バニラですよ、バニラ。やっぱバニラねー。ね、バニラがやっぱなんか一番こう、なんで言えばいいんでしょう、わかりませんけど、こうなんかいい感じです。うーん、みっちゃんに一番美味しかったのかな。美味しい。ああ、なるほど、これが美味しいなんですね。いいと思います、美味しいです。よし、じゃあ3つ目はバニラでお願いします。あ、わかりましたって感じで、じゃあこう箱に入れてくれます。じゃあ行きましょうか。うん、うん、そうだね。
ではあなたたちはそんな感じでショッピングとアイスを楽しみ寮まで帰ります。あなたたちが寮に帰ってエントランスに入ってきたところでヤッホヤッホーって感じで声をかけてくる人物がいます。そう、俺だよ、俺テトメトだよ。待ってました、テトちゃん先輩。テトメト先輩、どんどんパフパフ。いやマジ疲れた、マジお疲れ様ですだと思います。ね、いやまあ君たちもさ一緒だから分かると思うけどさ、今日だって朝やばかったじゃん、時間ギリギリでしたね、いろいろ。いや違う違う、あの3時朝早くから、3時出発、そう3時出発の駅に電車に乗るために駅に行ってさ、そこからまあ2時間ぐらい寝たとはいえ、電車の中でだからそんな別にねこう疲れビシッと取れるわけでもあるまいしちょっと寝たかと思ったら着いたらね、新入生の案内と編入生の案内とその後直で授業で、もうやばいよこれ、やばいよ俺。もっと褒めてもいいと思うよ俺。そんなペトちゃん先輩のためにいいの用意してきましたよ。え、なに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 、なんかすごい音が、なんかすごい音が、なんか29階ほど上からなんか爆発したの音したけど、なんかいきなり爆発したけど、やばくない？あれ？テトちゃん先輩、ダメかもしれない、ちょっと見に行こうか。ボーンって聞いたんですけど、見に行こうか、見に行きましょうか。だはい。ではあなたって29階上がると扉が吹き飛び、黒煙がもくもくと黒煙がもくもくと溢れアルさん大丈夫か。あこあれじゃねえ、あーたんの部屋じゃない大丈夫だかい。大丈夫じゃなさそうな黒煙出てますけど。大丈夫じゃなさそうやけど失敗しちゃった。救急車呼ぶ、救急車。何、火事火事、スプリンクラーがブシャーってなってます。あ、火は消えたから大丈夫だけど大丈夫じゃないですか。全然大丈夫じゃないけどボーンって聞いてたのにものすごい音しましたわよ。扉が吹き飛んだら棒も何もないよ。ちょっと失敗しちゃって、ちょっとの失敗じゃないですけど荷造り終わったからなんか作ろうかなと思って作り始めたら、爆弾作ったの？いやそういうつもりはなかったんだけど爆弾になっちゃったみたい。とりあえずはい、じゃあその場にこう教師がやってきてこうね、転校初日から大騒動を起こしてくれたおっさんは多分首根っこつかまれてコンコンと説教を受けてることでしょう。しょんぼり君ね、転校初日からね何やってくれてんだいわざとじゃないんですいやだとしてもねみたいな感じでこう怒られてこう部屋の中で爆発物の扱い禁止を厳命されてこう隣の部屋をあてがわれることでしょう、扉吹き飛んだからちょっと心なしかポーカーフェイスがしょんぼりしてますみっちゃんの頭をこうポンポンしながら、人にはこういう人生もあるんだよって、うん、そう、人生は爆発なんですね。そう、人生は爆発違うよ、違う、うん、あれなんか喋ってる、あれ喋ってその子喋ってたんだ。初めて声聞いた気がする。確かにそうなんですよ、2人は、うん、ショッピングモール行く頃にはもう、うん、ある程度コミュニケーション取れるようになりましたね、うん、みっちゃん喋れるようになってよかったね。ふーのみつはみっちゃんです、お願いします。あ、トーマアルです。トーマアルさん、うん、メタメタだよ、よろしくね。アータンって呼ばれたあ、それもオフィシャルになったんだってなんかわかんないけど、なんかここでは浸透するのかなって。アータンですね、よろしくお願いします。うん、よろしく。やれやれ。何の話してたか忘れちゃった、なんだっけ。ご飯、あ、この子が喋ってた、ね、で、お騒がせしました。疲れたっていう話だ。 お疲れで頑張ったテトちゃん先輩にいいものがあるんですよ。え、なに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 。33ナイスです。
パーティー3の愛、ちょっと待って、あの帰ってきたから結構もう爆発騒ぎで時間経ったけど、ドライアイスがあるので安心してください。問題ありません。でもあなたたちいっぱい入れてきました、ドライアイス。量まで持つ分ぐらいしか入れてないんじゃないですか、もしかして。開けてみると、そこにはなんと、ここにはなんと、どうですか。どっちでもいいですけど、幸運振ってもいい。ああ、幸運で、じゃあ。いや、60。意外とね。いや、任せろ、テトメトの幸運でもいいぞ。てか、私にもあるって言ってくれないとは何も反応できないからね、ある。じゃあ、あるは発生してくれ、うん、やするけど、はい、溶けてまーす、はい、溶けてまーす、あー甘いジュースになってます、甘いジュースになってます。いやいや違うわ、そこはさ、サーティワンジュース別に求めてないのよ、こっちと。まあ、あったのもあったんですけどね。もう一回冷凍庫入れれば元に戻りますよ。いや、シャーベットになるだけだと思うよ。そういう楽しみ方もしましょう。いや、俺アイスのままが良かったけどな。まあいいか、しゃあないか。あれ、はい、私のせい？どちらかといえばそう。そんな大部分的にそう。それはそう。おい、おころをしろ。ドライアイスがちょっと足りなかったみたいですよね。そうだね。私の配分ミスですわ。多分そう。あの分もある。普通だって寮の部屋が爆発してその消火騒ぎに巻き込まれるとか思わんて普通。私も思わなかった。まさか100ファンが出るとはね、誰も思わないよ。まあまあ寮の部屋での開発は禁止になったから、これ以降はないでしょう、多分。いや、そうね、するけど。するの？爆発物じゃなければいいんでしょ。うん、あ、今回爆発物作ってたの？うん、爆発するようなものは使っちゃったかもしれない。何持ってきてんの？ニトログリセリン。こうなんかこうダメな子を見るような目でとどめて見られます。顔がいいからじっと見つめ返しますね。そんなマジマジ見てたらまた3個。もう仕方ないな、今回だけだぞって。うん、ありがとう。マジ次ばっかしたら本当多分マジで怒られるから。うん。学校で作ることにする。奉仕活動とか罰金とか言われると思うから、マジ。うん、あの恋による施設の破壊はね、あの限定対象でもあるから。恋じゃない。今回、うん、初回は多分ね、またそれだから見逃されたと思うけど、続けは多分恋という判定されてもそんなあの言い訳できないから。え。じゃあ、そうですね。一回注意された上で、一回目は厳重注意で許されたかもしれんけど、ね、再発はもう恋による設備の破壊と見なされてもまあ。あまり文句は言えない。まあもう失敗しないから大丈夫。うん、そっか、ふーん、そっか、まあ俺は関係ないからいいか。うん、でそう、でなんだけど、とりあえずお腹空いたんだけど、俺ご飯食べない？食べましょうか。食べましょう。うん、ではあなたたちはこう、そうですね、まあ、中央棟にある食堂へと案内されます。この食堂マジですごいんだよ、言ったら大体出てくるから。おばちゃん、今日のおすすめって言ってたら、なんか手止めたおすすめもらってますけど、なんか欲しいものあります？じゃあ豆腐ハンバーグ。はい、豆腐ハンバーグ一応ドン。おお、出てきた。巨大エビフライ。巨大エビフライドンって、じゃあこう1メートルぐらいの、わ、でかい。でけえ。ねえ、ザルそば。はね、こう何を頼んでも10秒ぐらい出てくるから。アイザルそば一丁と。すごい。どうやって茹でたんでしょう。ね、そこはね、不思議なんだ。独自技術。粉落としかしら、このそば。それ食べる。いや、食べてみたらね、マジでうまいから。おお。しゃ、サクミツハちゃんは、ミツハちゃんどうしましょうか。じゃあ私33のバニラを。それしか食べたことないからさ、食べると、食べすぎるとお腹冷やしてお腹痛くなっちゃうよ。あ、お腹痛い、痛いって何ですか。うんとね食事中はあまり言えないような事態になるよ。お、食事中だと言えないんですか、どうしてですかって、こう頭にハテナが浮かんでます。あのおばちゃん、あれ、あのお子様ディナー一つ。お、いいぞ。
いいぞ。お子様ディナー一つドーンっていう感じで、じゃあお子様ディナーが出てきます。じゃあなんかでかいてなんか男の人が作ったような手のひらサイズのハンバーグの上に旗が刺さってるのかな。そうそうそう、ハンバーグの上に旗は刺さってるし、カンダラスなんかじゃりって、スパゲッティとプリンと、うん、ケチャップライスみたいな。人参が星型と魚型にくり抜いてあるんだ。そう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 、ハート型とかある感じの。うん、あ、なんかいっぱいありますね。豪華だね。うん、いろんな味が楽しめていいわね。うん、お早く食べようぜ。腹減ったマジマジ腹減ったマジマジ。ごちそうさまでした。早くない？早くない？まだ食べてなかったの、テトちゃん。みんなあるもん。俺まだいただきます聞いてないんだけど、気のせい？手と手とを合わせていただきますって言って食べ始めます。いただきます。あの、みっちゃんもちゃんといただきますんだよ。こういただきますもしないようなこの二人を習っちゃダメだからね。いや、もういただきますも、はい、済ませましたけど、うん、してたよね。私はちーちゃんの聞いてたよ。私もあなたの聞いてましたわ。なんかあいつらだけ別の時間生きてねえか。どうなってるんでしょう。1メートルくらいの巨大エビフライを手を合わせた瞬間にもいただきます。1メートル巨大、机にも乗らなかった後でエビフライが突然と姿を消してるんだが、光の速度でもよし、よし、これは一体どういうことだろう。俺の目がおかしくなったのか。光の速度で物を食う生物、これは興味深いですね。美味しかった。ダメだこいつら、誰かなんとかしねえと。ペロリ。はい、じゃあこうみっちゃんは一個ずつこうなんでしょうね、こう子供握りでスプーン握ってこう握りとはーって言ってます。これは何ですか、これは何ですかってこう一品ずつ切ったから、うんうん、それ人参。人参旗は食べられませんよ。うん、旗は食べ、旗ってどれですか。この刺さってるやつ。ああ、このなんか赤い丸が書いてあるやつですか。うん、うん、なるほど。なんで食べられないのに刺さってるんですか。なんかテンションが上がるから。テンションって何ですか。うん、聴力ですか。気持ちいいかな。はあ、気持ちが上がる。うん、バニラ食べた時みたいな。うん、ああ、そうそうそう。パッとする感じ。うん、なるほど。パッと、ほん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 って感じで。こうなんかふむふむみたいな感じになりながら、うんうん、でスガメツこう旗を下から見たり上から見たりしてます。ついでにその隙にこう片手で持ってる子供握りの手を正しく直してあげます。無言で。はい、じゃあこう片手で持った旗を見てる間に寛大の手が勝手にこう開かれて握り直されて、うん、もう握り直させられました。うん、そのままキズカツ食べてます。おなんか職人技をしましたみたいな顔しておきます。にしてはえらい手つきがだいぶ不器用だったけど。あるはちゃんとやったつもりなんで。すごいもたもたしてたけど。今日持ち方微妙に間違ってるし、あれこんな感じで。はい、あとなんか入れたいことなければ夕食パートはありますけど。うん、絵のためなんですけれども、みつはちゃんの顔に数字って書いてたりしないですか。俺数字書いてないですけど。ああ、よかったよかった。まあね、似たほのか、ああ、あるって聞いたからね。ですけど、あれ、ケチャップライスがついてるかもしれん。ああ、かわいい。ああ、つまんで、お弁当食べさせます。食べるのかと思った。じゃあ、あなたのエビごとハムって加えます。ハム。うわあれ、誰か、なんかおっさんが死んだよな、これ。まあ、そうですね。ほへふね。この一連の流れをこう写真でパッパッパって撮っておきたいです。あ、盗撮だ。盗撮犯がいるぞ。ストーカーだ。捕まえろ。バカン砲で抜けます。待て。よしーくん、あのね、女の子がご飯食べてるところをね、許可もなく写真撮るのはどうかと思いますよ、私としてはね。いやー、すいません、ついつい。はい、これは通報ですね。ついつい許されたら警察はいらないんですよ。ストーカーはダメだよ、ヨッシー。ストーカーは今がその空気砲の出番じゃないか。
バカン法食事のバカですか今ヨッシーの顔の目の前にありますゴリ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 他の方にも迷惑になりますのでまたドカンってなったら困るので確かにじゃあヨッシー、大口開けてみようか口の中にいやいや僕の口はサイレンサーではない気をつけてねって言って吸って戻します、はい、じゃあ今度から許可取ってから撮影するわ、うんうん、まあそれはまあ当然のマナーだと思うよって言ってる間にこうミツハも食べ終わってこうプリンをつついてますプリン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 ミツハちゃん写真撮ってもいい写真で何ですかこれって言ってスマホを見せますはあはあってなってます。それを撮るんですか？うん、そう。うん。で撮ったらなくなっちゃいますよ。え？ああそういうそういう違うのよ。あれ？あ違うんですか？うん、そう今のこの光景をなんだろう保存できる、はあ、記憶しとけるものが写真なのかな？はあそうなんですか。うん、すごいですね。ということで、うん、今の光景を保存してもいいかい、うん、じゃあセーブしますかセーブはわかるんだセーブはわかるんだ多分わかってないと思うけどここでセーブするか冒険の書に記録しましょうか、はい、じゃあパシャリパシャーパシャー撮りましたプリンを食べてるミツハちゃんがアルバムに追加されました後でみんなのグループラインに送っておくね、うん、ついでにみんなでも撮ろうああそうだね今それ写真でさ普通飯食う前に撮らない確かになんで食い終わってから写真撮り出すのヨッシータイミング悪いヨッシーヨッシーちょっとねそこら辺空気読めてないよねタイミング悪いよね、うん、間が悪いよねあれそういえばヨッシーガチでグスコとブドリーはいないんですかいやさすがにもう部屋に置いてきたよ一緒にお食事するのかと思ってましたけどそこまでの中ではそこまでではねなんかあれだねなんかこうなんかあのイタリアンレストランにペットの犬を連れてきたみたいな話を思い出すからやめてほしいよねさすがに僕もそこまでではないからあそうなの寝るときも食事するときも風呂に入るときも一緒ではなくてさすがに人肌の体温では植物を温め続けるのは確かに腐っちゃうねうんこんな感じでいいは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 い、ではあなたたちはそんな感じで楽しく食事を終えまして、さてじゃあまあ案内の続きしよっかって止めてはいますうん、うんというのもまあ今から行くところがまあ一番大事な場所なんだけどね。どこに行くんですか？中央談話室、あの中央棟の最上階のとこね。ああ。と、うん、いうことで行くぞ。ピョーン下着きました。すごい。よいしょ。まあそういっても1階か2階登るだけだし。一瞬で着いた気がした。3階以上は登らなきゃダメか。うん。うん。だって。でここが中央談話室で、まあ知ってると思うけどここがあのまあめちゃくちゃ大事な場所です。はい。そうですね。まああのパソコンがこの奥の方にあるんで奥の方こっちこっち。言ってここはちょっと奥の方に行きますと、まあそこね確かにパソコンがこうずらっと並んでまして、パソコンの横にこうなんか読み取り機みたいなものもまあくっついてるような感じのやつです。でこの、この読み取り機のやつがあの学生証の認証装置のやつね。あ、なるほど。じゃあこれピッてしてくれる？ピッ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 。であなたたちが学生証をピッてしますと、学生証がアクティベートされていません。学園図書局にてアクティベートを行ってくださいと言われます。あれ？あら。アクティベートできない。使えないみたいですよね。ね、はい？ん？ちょっと、ちょっとタイム、ちょっとタイム、ちょっとタイム、タイム。あの、確認、確認ね、確認。うん。今日は午前中に案内受けて、うん。午後から荷物の運搬と学園図書局に行って、
学生手帳のアクティベートを行ってきた。 OK？ うん、行ってない。アクティベートには行ってないね。うん、ダメだ、固まります。ピシッ。ええ、だってアクティベートしろって言われてないよ。いや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 、だって、え、アク、え、アクティベートしないとだって使え、え、これはちょっとまずい、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 まずい事態ですよ。どういう風にまずいんですか。そうだね、あのこの、なんだろう、学生証の認証装置っていうのはね、あの、はい、この学校ニラトルフはあのマジで学部山ほどあるわけよ。うん、で、あの教材図書っていうのも当然あの莫大な量になるわけで、うん、そんなあのいちいち紙で用意できないのね。うん、だからあの全部電子データにして保存してあって、あの学生は必要な教材はあの電子データをダウンロードして、あのその講義に持っていくわけ。嫌な予感がしてきましたよ。で、あの各々生徒一人一人に配られる学生証には IC チップが埋め込まれてて、うん、この、 あの専用端末に学生証を、これね、この置いてあるこの専用端末に学生証をピッてやることで、こうあの必要なあのカリキュラムを読み込んで、教材とか参考書をこう自動的に学生証にインストールしてくれて、この生徒手帳さえ持っていけばあの教材全部揃う、便利っていうやつなわけ。つまり、うん、明日からの講義は受けれない。受けれない。いや、受けれたとしても教材がないから、受けた扱いにならないし、ね、だからまあ校則で言うなら学校学業への準備ができていない原点が、明日何コマ受けてる？4コマですね。4コマ、うん、となると講義への準備不十分が4コマで320点の原点。やばい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 。え、光の速度でアクティベートしに行きましょう。いや、あの現時刻がエチアと時を見ますと、まあ8時ぐらいですかね、夜の。おっと、あ、じゃあごめん、嘘つきました。21時50分です。でもこれ、10分しか出られへん。吉田先生からその話を聞いてないから先生の不手際だと思うんだけど。いや、まあかもしれないけど、あのこの学校においてあの法則って絶対だから。なるほど。どんな理由があろうと校則を破っているのであれば減点はされるんだよね。うん、ということは、じゃあ僕たちがやるべきことはいかにして明日の講義の教材をどれだけ揃えれるかっていうか、揃えるかっていうことだね。うん、だけど、いや、そうだね、学園図書局はもう閉まってるし、開館時間も10時からだから、明日になってから取りに行くとしても2コマは絶対落とすことになって、授業の 不出席も乗ってしまうから、あー、あーって言います。あー、じゃあこそこそ声で、うん、今からそこのそのなんだアクティベートするために忍び込むことってできませんかね、チラッチラって提案してみます。あのそうだね、でもあの図書局もう時間的に閉まってんだよね。行ったとしても18時閉館だから。うーん、吉田先生に電話してみる。限定するし、ああ、まあ電話できますよ。電話して事情を話して先生に開けてもらうとかできないかな、うん、はい、ああ、電話すると吉田は出ません。あいつ、あいつぶん殴りて使えねえなあいつ、マジ。あのまあ言ったけど、校則は絶対だから、吉田先生と一緒に外で歩いたら、あ、君校則時間外だけど外で歩いてるねって言って電話されるよ多分。あ、どちらにしろ、うん、もう先生に勝手にもうアクティベートしてもらうとかも無理ってこと？頼んで。あ、まあそれだ、いやー、多分、いや、閉館してるから厳しいな。
ってこう手止めとかこう頭抱えるんですけど、うん、そうですね、こうあの手がなくて抱えてるというよりはなんかすごい嫌そうにしてます、うん、何か方法があるんですね。あるんですね。 あるかないかで言えばあるけど教えてください。あいつの力は借りたくねえんだよなって。あいつ、あいつとは、あーでもなー、テトちゃん、テトちゃん、テトちゃん先輩、うん、助けて。いやめっちゃ近くにズイズイって寄ります。あー、うん、APP19 がテトちゃん、近い近い近い、顔が近い、顔が近い、顔が近いよ、もう助けて。みっちゃん、みっちゃんもお願いって。みっちゃんもお願い。、うん、あ、まあしゃあないか。まあそうだね、一応案内役ってことになってるしな、仕方ない、行くか。ちなみに、うん、ミツハの、うん、ああいや、あの中等部はない、中等部はそうなんで、あの高等部と違ってカリキュラムがあのあれだから、ああそうか、義務教育の義務教育の、うん、だから、うん、まあ手帳は必要ないんだよね、うんうんうん、データはもう初期の段階で入ってるから、だからやばいのは君たち3人、大変なことになった、うん、なりましたわね。じゃあみんな行くよ、あの場所へ、あの場所へ、おーって言って、バカンホン刺さってる方の腕ゴーンって上げて。はい、これから行く場所はね、地下喫茶バーだ、地下喫茶バー、喫茶なの、はい、バーなの。まあ喫茶店だけど、うん、ではあなたたちはちょっとメトリに連れられてゾロゾロと8階から地下1階まで降りて地下喫茶バーへと向かいます。はい、ウィーン、マジであいつ許せねえ、吉田着きました。あなたたちを乗せたエレベーターはほどなくして地下1階にたどり着きます。まあ妙な名前の場所ですが、まあ地下喫茶バーが店舗の正式名称であることがわかるでしょう。書いてあります、地下喫茶バーって、うんうん、ネオンで、うんうん、本当にバーですわね。なんかお酒並んでそうな感じするね、うん、まあ、あれ全部あの空き瓶かジュースが入ってるやつなんだけどね。そうなんだ、お、でこの、まあ、店内がちょっと照明暗めになってるんですけれど、まあ、そんな店内でも、まあ、幾人かの学生がこう声を落としてこうこしょこしょ話してるようなちょっとしたざわざわみたいな感じはあるんですけど、ありますね、うん、でこう寡黙なバーのマスターがこうグラスをキュッキュと磨いてます、カウンターの向こうで。マスターカービュロックで頼む、かっこカルピス、はい、カルピスに氷入れて、はい、じゃあお待ちって言ってる、これロックカットされた氷が入ったカルピスがドンってございます。おドクターペッパー、ホットミルクとメロンフローと。はい、じゃあホットミルクとメロンフローではドンドンって置かれます。ドクターペッパーがいいです。はい、じゃあドクペがドンって置かれます。フローとはみっちゃんのです。うん、あのさ、君たちなんかこう割と緊張感ないよね。そうだ、こんなことしてる場合じゃないんだ。俺たちは気づかなかった、争っているんですわ。つい雰囲気に。あ、まあわかるけどね、気持ちはわかるけどね、吸い込まれました、まあ、そういうことしてる場合じゃなくない、大丈夫、君たち余裕帰ろうか。俺はいやテトちゃん帰らないで。マサホットミルクをもう一つ、はい、おい、うん、先輩、いや別に催促したわけじゃないんだけど、でじゃあこうストローさしてチューってホットミルクを飲みながら、それホットですよ。、うん、いやいや俺ミルクはねストローで飲む派なの。あー、そうなんだ。いやホットミルクストローも意外となんかストローでね割と味変わるよ、おすすめだよ。うーん、なるほど、今度試してみます。あんま熱いのはダメだけどね、うん、いやで楽しんでる場合じゃねえって。あ、そうじゃ、それぞれそういう場合じゃなかった。でテトメトはこうバーの奥の方へとズンズン進んでいきまして、そのカウンターの端っこに座って、グラスを傾けていた人物の前で立ち止まります。で、その人物はこう、振り返ってあなたたちの方を見て話しかけてきますね。よいしょ、おやおや、こんなところで君の姿を見かけるとは珍しいね。そう言って席に座った男は、テトメトに振り返りまして、その横に立つあなたたちを見てこうわざとらしく驚いたような雰囲顔をします。わあ驚きだみたいな、うん。じゃあこっちもわあ驚きだ。いやーマジさ、マジあんたの手だけは本当、あんたもううさんくささが服を着て歩いてるような男だからさ、あんたの手は借りたくなかったんだけど、ちょっとまあ困りごとでさ。
おやおや、そうかいそうかい。いやまあ君が俺のところに来るってことはまあそういうことだろうね。それにまあ、転入生のおとなしよしみくんと、まあ、ゆみちさとさんと、とまるくんも一緒のようで、あとそこにいる子は、うん、誰だい、中等部っぽいけど、あ、ふんみつはちゃんです、よろしくお願いします。うん、うん、自己紹介してる。うん、そうか、あ、中等部にも編入生がいたのか、それを知らなかったな。うんうん、サンチェックしなくて大丈夫ですか？ああ忘れてた。あでもこいつはね多分ね事前に知ってたね。あそっか。あもうじゃあちゃんと減らしてから来てんのか。減らしてんのか。一回見てねこう抵抗判定した後ですね。うん、な確かに写真で見ただけでもまあなかなかの美貌だと思ってたが、トーマール君は実際に見るとなかなか本当に、なかなか美しい容姿をしているねって感じのオベッカを言ってます、ニコニコしながら。うん、よく言われる。うん、まあそれはそうだろうね。あんまり自分では分かんないけど。ん、ああそうかい。まあ確かにね、優れてるものは自分が優れてることは自覚できないものではあるからね。まあ優れてないものがなぜできないのかは理解できないのと同じようなものさ。うーん、で、ああそうで、このうさんくささが服を着て歩いてる男、こいつは番長だ。番長？番長。まあ、頭だよ、あだ名。僕の名前は、平泉一馬っていうんだ。あだ名は番長だ。よろしくね。よろしくお願いします。よろしく。まあ、ネクタイピンの色から見る感じ、この番長は4年生だってことが分かりますね。うんうん、2つ上ですね。テトちゃんは1つ上か。そうですね。うんうん、うん、番長さんはどうして僕たちのことを知ってたんですか？ああ、僕はね、まあ番長と呼ばれてるには理由があってね、まあ言ってしまえば情報屋のようなことをしているんだ。うん、この学園で、知れる情報のまあ全てとは言わないが大半の部分は僕へと集まってくる。そのようにそのようなシステムを構築してるからね。故に、僕は番長と呼ばれているんだ。システム、そんなシステムが、うんうん、まあシステムといってもまあ機械的なものではないから君の好みとは外れるかもしれないがね。なるほど。まああれだ、残念そう。サイの花屋みたいなものを想像してもらえればいいよ。なるほど。お、今のでわかるかい？君ゲームできる口だね。楽しいことは好きですから。はあってこうやって止めた、ため息を吐いてます。で、まあそういうわけ、こいつはまあ信用できない男ではあるんだけれど、こいつの、信頼できない男であるんだが、こいつの持ってる情報は信用できる。うん、というのも、番長が、もし、嘘の情報を、まあ、私たち、俺たちに、ね、教えたとしたら、それ以降、番長が提供するすべての情報は嘘かもしれないという可能性が生まれてしまう。それは、番長的には非常に不利なことになるから、うん、番長はこう正しい情報だと言って伝える情報に嘘をつくことができないんだ。システム上ね。うん。なるほど。そう。だから、彼の提供する情報は、信用できる。信頼はできないけれど。うんうん。なるほど。うん。いやいや、なかなかの言い分だね。もちろん僕は君の情報も握ってるわけだけど、ああ、聞こえない、聞こえない、ああ、聞こえないって。それはぜひ聞きたいね。相当仲良しなんですね。なんだ、僕の持ってる情報が聞きたいのかい？では当然、代価は支払ってもらうけれどね、ニコニコ。代価、うん、まあ金であったり、うん、まあ情報だったり条件だったり、まあいろいろだけれど、うん、とはいえまあ君たちが、僕のところに来たのは何も、テトメト君のなんだ あれな情報を聞きに来たわけじゃないんだろう。ん、ちょっと困ってて、まあね、うん、どれどれ聞かせてもらおうか。転入生が1日目から困りごとで僕のことを尋ねてくるとは、いや、なかなか面白いことになったものだ。あの吉田先生に、うんうん、騙されて本当は今日のうちにアクティベートしなきゃいけなかったデータを私たちはアクティベートできなかった。ああなるほどね、それはまあ一大事だね。わあすごいね、転校2日目から1ヶ月の定額になるかもしれないわけだ。これは面白い状況だねってニコニコしてます。面白いよね。ああ実に愉快だと思う。うんうん。で番長なら何とかできる
って先輩に聞いてここにやってきました。うん、おやおや、これは信頼が厚いことで嬉しい限りだねってこう平泉がニコニコして説明とか嫌そうな顔してます。ま、結論から言えば、僕は君たちを助けることができる情報を持っている。本当。だが、まあそれを教えるには当然条件がある。うん。その条件というのは、まあ、君たちを助けるだろう情報を教える代わりに、僕の依頼を、一つ引き受けてほしいというものだ。依頼。依頼。うん。ただまあ依頼の内容は、交渉成立の後でなければ明かせない。うん。とはいえまあ問題はないだろう。何せ君たちには他に手段はないのだから。うん、そうですね。ここは引き受けましょう。うん、いやーこういう言い回しがマジ信用できないところなのよマジ。テテトメとは言ってます。気持ちわかるかも。じゃあみんな引き受けるでよろしい？うん、はい。しょうがないね。他に当てもないのでもう。うんうんうん。オーケー。わかったよ。では。というと平泉はこう天に空に指を掲げましてパチーンと指を鳴らします。おう、するとこう他にこうガヤガヤしていた他の生徒たちが全員スッと席を立ちまして、このバーからスッと出ていきました。え従えてたのか、ま、いやいやまあこれぐらいできるだけの関係は築いているということさ。んさて、では話を始めようか。そうだね。まず、まあ僕の依頼の話からしよう。君たちは、風紀委員という存在を知っているかい？風紀委員は、はい。はいはい。うん。まあよその学校でいう風紀委員と、この学校でいう風紀委員は少々違うんだけれどね。うん。まあ、委員会の中に風紀委員会がないことは分かってると思う。うん、ないよね。そうですよね。うん。風紀委員というのはまあ公然の秘密みたいな感じでね、誰が風紀委員なのかは分からないまま、生徒の中に風紀委員が紛れ込んでいるんだ。ふーん、というのもまあ寮の中だとか、講師の目が、教師の目が届かないところはどうしてもあるからね、そういうところで発生した校則違反等を、報告するのが風紀委員の仕事というわけ。うん、そして、誰が風紀委員なのかは誰にも分からない。まあ分かってしまえば意味がなくなるからね。うん、なんだけど確実に風紀委員じゃないものが少なくとも3名いる。3名、私たち、うん、どういうことだ。うん、昨日転校してきた君たちは間違いなく風紀委員ではない。そうだね。うん、また、テドメト君のようなちょっと頭があれな子も風紀委員ではないだろう多分。おいちょっとあれってなんだ、おいちょっと待て、おいおい感じでこうテドメトが吠えてるんですけど、こう頭を押さえられてます。うん、というわけで、そんな君たちにしか、できない依頼が、君たちにしか頼めない依頼があるというわけだ。うん、といってもまあそんなに難しい話ではない。ちょっと待ってね。そうやってね、依頼の内容どこに書いてあったかな。うん、ちょっと待って、マジでどこ行ったか分かんなくなった。まあいいか。はい、じゃあ後で思い出した時に話そう。うん、よし。どっかその辺に書いちゃったはずなんだけどね。まあいらない内容はまた後でメッセージか何かを送ろう。よし。でだ、君たちが、その、アクティベートをする、その方法について話そうか。うん、学生証をアクティベートするためには、学園図書局にしかない、アクティベート用の読み取り機が必要だ。この専用端末は、中央談話室のものとは別のもので、代用はできない。故に、何らかの方法で、その、学園図書局のアクティベート用装置を持ち帰る必要がある。以下、この時間から学園図書局に通常の手段で向かうことは不可能だ。だけれど、裏ルートを利用すれば不可能ではない。裏ルート。裏ルート。うん、
そうだ、そして、その方法は、学園77不思議に記されている。多いね、77不思議、77個もあるんだ。うん、あそうね、あなんかあれだよ、あれあの77ってあの八百万的なあれだから、ああまあいっぱいって意味だ、いっぱいって意味。なるほど、ね、なるほど、うん、でまあそのアクティベート装置さえ回収してくれれば、まあ、ハッキングとは、僕がやろう。そんなのもできるんだ。うん、まあね、これでもまあ、コンピューターの扱いには少々長けていてね。うん、というわけで君たちは、学園図書局に忍び込んできて、その専用端末を持って帰ってくる。そこまでが、持って帰ってくればなんとかするということで。わかりました。うん、なるほど。では、学園図書局へ侵入する方法についてだが、まずはまあ前提条件として、伝えるべきことがある。この学園にはね、地下迷宮が存在するんだ。地下迷宮あ、非常に入り組んだ地下迷宮で、まあ、迷路のようになっていてね、うん、まあ、外をそっと歩いていれば、まあ、すぐ見つかるかもしれないが、この地下通路を通っていけば警備局に見つかることはまあほぼない。でそのまま地下迷宮を通って学園図書局へと向かうことが可能だと、こう至って真面目そうな顔で言ってます。なるほど。テトメトはすごいうさんくさそうな顔してます。じゃあその地下迷宮への入り口がもしやこのバーに、うん、あーまあこのバーではないんだが、あそうなんですね。うん、まあ入り口は、学生寮の、まあ、とある部屋の一室にある。室にはあるんだが、地下迷宮は地図がなければ、すぐに迷子になってしまう。非常に危険な場所だ。うん、そして、僕は、この学生寮にあるとある室、B01225 室から、学園図書局へ行くための地図を知っている。うん、というと彼はこうカウンターに備えられたメモ帳をちょっとビリッと破きまして、うん、それに何かをサラサラと書いてあなたたちに見せます。サラ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 、ペッ。ペッ。B02 から矢印図書局 FTMPADERKRBGZFXWAABTHFML と書いてあるものですね。難しい。これが地図と関係あるの？これが地図？ん？そうだね、これが B0122 から、学園図書局へ向かうための地図だと言って、白泉はニコニコしてます。ニコ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 。このこの ローマ字は一体何なんですか？ん？いやそれが地図なんだよ。おい謎解けってことか、クイズや。ああ、おい長官長、あのさ、あの助ける気あんならさ、こうあれですね、とっとと鍵出せよ鍵って。なんだよ、もう種明かしをしてしまうのかい。こうもうちょっと彼らがこうね、お前に悩んで苦しむ姿を眺めててもいいんじゃないかいって。いやまあマジで時間ないからさ、俺らさ、ほら早く出して鍵鍵って。ああ仕方ないねと言うと、白泉は、もう一枚の紙出しますね。うん、ペロ、よいしょ。それには鍵と、地下迷宮の案内人という、記載がありました。ギガスは右にのみ進み、ビュグマイオイは左へ進む、ギリシャの民は曲がらない。はい、といったところで最初の謎解きが出てきたところで、本日はここら辺にしようかと。ほー、宿題と。宿題だ。思います。ああ。まあ、12時過ぎてるしな。そうだね。いい時間です。うわ、解きてぇ、ちょっと、俺、解きてぇ。解きてぇな。寝れなさそう。はい。すっきりしないとな。うん、わかりました。なるほど。わからん。なるほどわからん。よーし解くぞ、わからん。
1日目セーブだ。セーブ。よいしょ。